ミュージックチャルメラドーン。この番組はプロアマ問わず、またオリジナルカバーも問わず、素晴らしいアーティストの演奏曲を音芝居を交えながら月1回更新でご紹介していく番組です。素敵な彼女だったわね。本当にしっかりしたお嬢さんでしたね。いや、ケントさんとお似合いでしたね。なんだかケント君タジタジでしたね。会社では見られない姿だったわよ。楽しい時間あっという間だったね。ほんと3時間ぐらいだったかしら。でも30分ぐらいに感じたわ。もっとゆっくり話したかったわ。はゆかさんもですが、彼女さんもしっかりと自分の考えを伝えられて、しっかりと人の話も聞ける、きちんとした方でしたね。本当に今日の話ではケントさん、いよいよ先を見据えないといけなさそうでしたね。でも住んでいる場所も離れてますから、なかなかね。私の予想ではきっと次は彼女の家にご挨拶ね。ケント君が戻ってきたらしっかりと今後の抱負聞かないと。マリア、ケント君をあまり刺激しないようにしてあげないとダメだよ。分かってるわよ。男ってこういう話には特に慎重になるもんですからね。なるべく黙ってます。送ってきました。ご苦労様。お帰りなさい。え、どうなの？とてもしっかりした彼女だったね。今みんなで褒めてたんだよ。ありがとうございます。二人ともすっごい楽しかったって言ってました。次も必ず行きますって言ってました。うちの料理も美味しそうに食べてもらえて、こちらこそ嬉しかったですよ。ぜひまた来ていただきたいですよ。はい、必ず。あ、で、マリア先輩。え、何？俺、多分ここからいろいろと佳境に入っていくと思うんすよ。なので乙女心ご教授ください。え、乙女心？もちろんよ。もう俺どうするべきかよくわからなくなってて。見送る途中で何かあったの？駅までは普通にいろいろと話してたんですけど、改札口であゆかが、さあ次はお兄ちゃんの番ね、ご両親も会いたがってたわよって。そしてさらに、彼女こっちに引っ越すことも考えてるみたいよって。おお、なんと。でその時彼女は横でニコニコしながらうなずくんす。わ、そうなの？じゃあいいチャンスじゃない。チャンスって、んでも、あ、俺飲みます。おやじさん、熱燗で2本つけてください。みんなで飲みたいっす。ケント君、乙女心ってね。マリア、まずは乾杯してからにしよう。あ、はい。実はもう熱燗つけてたんですよ。これは私から今日のお礼です。え？お礼？本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。うちにもじゃじゃ馬ですが、一応娘がいますんでね、いろいろと懐かしく思い出させていただきました。さ、冷めないうちにどうぞどうぞ。お父さんも一緒に飲みましょうよ。ですよ。ありがとうございます。こちらこそいろいろありがとうございます。先輩方、これからもよろしくお願いします。あ、僕はある意味後輩になると思うけどいいかな。え、お兄さんが後輩？どうして？いや
乾杯。乾杯。もうあなたも乙女心少しは勉強しないとね。あ、はい。それでケント君の考えは？はい、なんかあゆかにリードされっぱなしな感じなんすけど、俺はやっぱりやっぱり、こういうことはやっぱり俺から言い出したいんすよね。そうだよね。確かに彼女はいい子っす。できることなら家族になりたいっす。でも現実はそんな簡単なことではないって思うんす。例えばどんなことが心配なの？部屋は狭いし、え？片付け下手だし、あら、料理もダメだし。おや、そんなこと気にしてるの？いや、今時って家事は分業が理想って言うじゃないですか。そうね、それは大事かも。で、その辺の話は彼女とはしたのかな？実は彼女、家事が趣味で、今もご実家では家事の一切をしてるそうです。あゆかの話でも、本当に何でも器用にできるんだそうです。あら、じゃあ大丈夫じゃない。彼女は引っ越してもいいと思ってるみたいですけど、実はご実家のご両親はどうやら入り婿って考えだそうで、でもし今ご両親に会いに行ってそんな話になっても、俺は俺の答えがないんす。入り婿さんか。じゃあもしそうなったとしたら、ケント君ふるさとに帰るってことになるのよね。ご両親のお気持ちはなかなか計り知れないけど、大事なのは、まずはお二人でしっかり話し合って、その結果をご両親にお二人でご相談されるのが一番いいかもしれませんね。そうね、こういう時の乙女心としてはぐいぐい引っ張ってほしいものよ。マリアもそうなの？いわゆる乙女心としてはね。私はね、内緒。そうか、内緒か。あの、ん？前から気になってたんすけど、お兄さんとマリア先輩はどうなんすか？え？私たち？そうそう。内緒よ、内緒。内緒ってなんすか？内緒はないっしょ。何言ってるのよ。あれは1年半ほど前でしたかね。お兄さんとマリアさんが同級生のお友達の結婚披露宴で再会された時の話を思い出しました。新郎新婦に向けてマリアさんが歌われたんですよね。はい。ああ、あれからもうそんなに経ちますか。お父さんご夫婦も同級生って教えてもらいましたね。俺マリア先輩のその時の曲聞きたいな。あら、データ持ってるわよ。じゃあ今送ってあげる。ありがとうございます。送ったわよ。あ、来ました。失礼して早速聞きます。帰ってからゆっくり聞けばいいのに。じゃあ小さいことで。へえ、これがお二人が再会した時の曲っすか。歌い始めからいい感じじゃないっすか。あら、嬉しいわ。うちに帰って改めてしっかり聞きます。ありがとうございます。幸せいっぱいの新婦の思いを歌詞にされてましたよね。僕も時々聞いてるよ。究極の乙女心っすね。とっても思いこもってるわよ。あ、でももしかしたらケント君にとってはちょっとしたプレッシャーになるかも。マジっすか。じゃあ聞くのやめようかな。なんでよ。いや、ほんと怖いっす。
いや、急に静かに。いや、なんか言ってくださいよ。あれ？心配ばかりかけてごめんね。お父さん、私はもう大丈夫。いろいろあったけれど、ほらわかるでしょ。私今幸せなんだよ。ちゃんとお料理してるよ。お母さん、まだまだあなたにはかなわないけれど、愛情たっぷりで美味しそうでしょ。あなたの味そのままに。小さな時私たちがいっぱい来てあげるよ。恋から愛へと変わった二人、溢れる愛を。ありがとう。ラジオ音芝居&音楽ミュージックチャルメラドーン、次回もお楽しみに。